はい、おはようございます。チタン島方面でする地域障害者です。さっきはちょっとチタン島の人になってしまいましたね、挨拶が。はい。ここはどこかというと、はい、カバイケ駅でございます。はい、カバイケですね。周辺施設はちょっと殺風景ですね。まあ、ちょっとあれがあるくらいで、薬局があるくらいで、あれは移転しちゃったのかな。はい、まあこんな感じの寂しい駅でございますが、はい、ちょっと人の声が入ってますね。はい、綺麗ですね。みかん、自然が綺麗ですね。みかんがありますよ。そしてお地蔵さんがありますね。多分道返しさんがかな。はい、元気だね。で、この辺りに何かあると思えば、はい、ありました。キリンの自販機さんですね。と、トイレが一つだけ。あとは、まあ、こんな感じですね。向こう側のトイレはないか。いや、ちゃんとありますね。はい。なるほど。自転車の動きはこんな感じになってるんですか。トイレもちゃんとありますね。はい。で、この辺りは、常滑市体育館案内図があるんですね。あ、やっぱりないんですね。はい、以上です。常滑高校の近くなんだ、ここ。はい、それでは今回はここで失礼させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。